じゃあ、はい、映ったかな。はい、阿部慎之助さんに来ていただきました。はい、まあ、後輩ということで、はい、遠慮なしに聞いていくけど、分かりますね。まあ、19年間、はい、本当にお疲れ様でした。はい、今引退して、まあ、もう二軍監督としてスタートしてるけど、どんな感じ？引退した、ほっとした？ほっとしましたし、けどなんか本当に実感湧かないかなっていうのは正直ありますね。まだなんか朝起きてちょっと体なまってきたなとかちょっと散歩した方がいいかなとか、練習し、あ、いいんだみたいなっていう感じですね。でもまだできたよね。そうですね、ね、はい。でもその引退しようとするきっかけとなったのは何？やっぱ原監督の一言ですよね。なんて言われた？やっぱりもうクタクタになるまで、うん、プロ野球選手やるのも、うん、それもいいことだけども、うん、原監督自分の経験談を喋ってくれて、原さんも37歳で、うん、まだできると思って、うん、自分は思ってたけど、うん、その引退勧告されて、まあ、やっぱこっち来ちゃうと思ったらしいんですよね。うん、けどやっぱりすぐ指導者の道に行って、うん、それのこっち来ちゃうと思った余力があったからこそ、うん、指導者として頑張れたっていうのはおっしゃってたんで、まあ、お前もそういう風になってほしいって。その言葉はすんなり入ってきた。いや、入ってきましたね。で、まあその通りかなって思った。はい、そうですね。で、俺の体験談も言うと、はい、俺もまだできたと思うんだよね。はい、でも辞めたから、こんちくしようと思って、はい、こういうことやってるわけ。いや、前に進めるわけよ。そうですね。うん、はい、だから、多分もうクタクタになったら、うん、もうね、ボロボロになるまでやってたら、もう次のことも、うん、なんかでスタートしにくいんじゃないかなっていうのは、まあ、そうだね、もうやり尽くした感があるよね。そうですね。ただすぐ指導者じゃない、はい、それは、うん、なんかちょっと 1,2 年、うん、まあこれ変な言い方かもわかんないけど、外が緩いっていうわけじゃないけど、外から野球を見たいとかそういう希望はなかった？いや、それはありましたね。その希望も一応監督さんにはお伝えしてありました。うん、はい、そしたらまあそれでもね、お前がやっぱ必要だし、二軍の、ね、やっぱ底上げっていうのをしてほしいっていうのを言っていただいたんで、うん、まあなんか二軍監督のポジション用意されたから辞めたんじゃねえかみたいな、うん、ね、そうやって思う方もいると思うんだけど、うん、まあ、それは全くの嘘なくて、その辞めますって言った後のことだったんで、うん、はい、いや、俺は原監督と優勝して新之助が引退する日に監督室でインタビューしたんだけど、はい、監督とね対談したんだけど、まあ、そのことも聞いてすごいなんかやっぱ嬉しかったよ、うん、なんかその道を引いてくれてるっていうのがね、はい、やっぱりこう功労者だからさ、やっぱ手厚くというか、うん、そういうことが原監督の口からも、いや、もう俺の監督生活は新之助が全て知ってると、うん、だから俺のなんていうの、指導歴っていうのはもう新之助そのものなんだって言ってくれた時にすごく感動したよ。そうですね。いや、僕もそうやって言っていただいて、結局現時点での、うん、まあ、原さん政権の時の、うん、いた人間って僕とか何人かしかいなかったんで、うん、そうだよね。だからまあ全てを、まあ、知ってるだろっていうのも言ってもらえたんで、うん、でもその原監督にね、話を聞いたときに、ルーキーの開幕のその1打席は一生戻ってこないと、はい、だから新之助を使いたいということを長嶋監督に言ったんだって、はい、そしたら村田がいたじゃない、はい、その前の正捕手が。そうですね、日本一ですからね、日本一だから、前年で、その時って、はい、どうだったの？いや、変な気遣いましたよ。やっぱ使った、はい、俺でいいのかと思ういいのかなとか。でもキャンプの時からずっとやってきて、はい、相手の力量も分かるわけじゃない、村田の、まあ、経験も含めて。
まあ、打つのは勝てんじゃないかなと思ったんですけど、ああ、そう、まあ、キャッチャーとしては絶対無理だろうなと、うん、まあ、そりゃそうだね、思ってましたね、うん、だけど、まあ、開幕3日前ぐらいに監督から、原さんから、うん、当時ヘッドコーチだったんですけど、うん、伝えてもらって、そこからもうあれですよ、知恵熱ですよ、3日前から伝えられたんだ、はい、でもそこから熱出ちゃって本当に、はい、ずっと毎日点滴打って朦朧としてたんですけど、あ、そうそうですね、あ、まあ、そういうのは覚えてますね。でもその言葉も伝えられたの、開幕お前でいるルーキーの1打席目っていうのは、はい、もう一生戻ってない、あ、だけどそこは言われなかったですけど、多分当時もう開幕お前さんで行くからみたいなっていうのを伝えられた。でもそういう予感はあったの自分の中で。いや、全くないですね。全くなかった、はい、だけど何とかしてやろうっていうのはどっかであって、うん、ありましたね。でもさ、そっからその1打席目からずーっとレギュラーを張ってきたわけでしょ、はい、ジャイアンツの、はい、それもキャッチャーとして辛くなかった。いや、しんどかったです。しんどいよな、はい、何が一番しんどかった思い起こして。やっぱりまあキャンプだったりそういうね、辛いとかしんどいとかそういうのじゃなくて、練習量じゃなくて、やっぱ人間関係がやっぱきつかったですね。え、人間関係ってどういうの？やっぱマスコミの人だったり、あ、ね、チームメイトだったり大先輩がいっぱいいて、うん、っていうので気遣う方が多かったんで。チームメイトとして気遣った人って誰？それはまあ やっぱ村田には気を使うよね。そうですね、まあ、その当時こうパッて見たらすごい選手ばっかだったんで、ピッチャーで言った桑田さん、工藤さんとか、そっか、工藤さん2年目か、桑田さん、まあ、入木さんだったり川原さんとか、まあ、いろんなピッチャーの方いて、ちょっと癖が強いねそ, う そ, う そ, うそんなことないか。いや、もう大先輩だし、こうどうね、喋りかけたらいいのか分かんないぐらいな感じだったんで。やっぱりピッチャーに気を使う一番ね、やっぱりキャッチャーにも気遣いましたよ。野手は誰もサードパッと見たら元木さんいるし、あ、パッとファースト見たら清原さんいるし、三振してこうどっちボール回し投げようかみたいなやっぱそういうところまで気遣ってやっぱ り, っぱり、はい、なんか今日、あ、清原さんちょっと機嫌悪そうだな、元木さん、あ、元木さんに泣いちゃえみたいなああ、そうありました、ありました。やっぱそういうことを気を使いながらキャッチャーってやってたんだ、うん、そうです。だからこう自分が持ってるこうなんていうんですかね、ポテンシャルっていうかそういうものを全く出せなかったっていう記憶が多分ありますね、うん、1年目の成績が2割2分ぐらいだよね、うん、そうです、そうです。でも自分としたらものすごい不本意なシーズンだったでしょ、はい、もうちょい2割2分って言ったらもう少し打てたんじゃないかなとかっていうのも思いましたし、うん、やっぱ打てなかったら言われるしね、うん、リードのことも、うん、そうですね、両方言われてたんで、うん、今のキャッチャーとか何も言われないじゃないですか。まあ結構小林なんか言われてるよ、まあけど自分の日ではない、自分と比べたら日じゃないなみたいな。まあでも新之助は大体4番を期待されて打てるキャッチャーとして取ったから、あのそこにこう期待を裏切るような数字だったからじゃない。そうですね、まあ、けどそうだな、2年目から3番とか入らせてもらって、うん、なんかいいのかなとかって思いながら、後ろにあれ松井さんいるなとかすごいよなそんなだったんで、ね、前監督の、ね、高橋監督もいたよね、俺より後ろ打ってるけどいいのかなみたいな。やっぱそういうのは思いましたよ、やっぱり。でもさ、あの、まあ、19年間終わったわけだけど、まあ、逆指名制だったよね、はい、新之助が入るときって。そうですね、で巨人を逆指名したけど、ずっと憧れだったの、巨人が。まあ、やっぱり憧れはありましたし。どこのファンとかあったの？いや、当時、昔はもう阪神ファンですね、やっぱ影さんが好きだったんで、まあ、そこまで、まあ、影さんだけですね。でまあ、小学校の頃神宮に見に行ったりとか、うん、っていうのはしてましたけど。でも阪神から示してくれとか言われなかった？いや全くなかったですね。
じゃあ阪神が来てたらどうしたの？ひょっとしたら阪神行ってるかも。考えたかもしれないですね。巨人を選んだ理由は？巨人を選んだ理由は結局そうだな、その当時おばあちゃんが体調悪くて、うん、でまあテレビやるのもジャイアンツ戦だなと思って、うん、それで活躍して姿見て元気出してもらえればいいかなと思って最後巨人切ります。西武とジャイアンツが最後。ああ残ったんだ。はい。でまあその当時まあたくさん知ってると思うんですけど、スカウトの人が先輩が多くて、中塚さんでしょ、4番は、オリックス熊野さんとか、熊野さん、ね、その当時こうもういっぱいいたんで、でまあジャイアンツはその上のスーツさんとかで、まあまあ、でまあずーっともう見に来てくれてましたし、で今もう亡くなっちゃったんですけど、やっぱ中村さんの誠意ですよね。その人のやっぱ誠意を感じてやっぱ最後決めたっていうところもありますよね。でもジャイアンツ行って終わってみて良かったでしょ。良かったですね。ね、はい。はい。じゃあ、こんにちは。ね。いや、わざとらしくここはね、いただいてるの。こうもうリクライニングすごいじゃん。もうここまでできちゃうから、ね。おやすみなさい。おやすみなさいができちゃう。まあ。いろいろ19年間だったらさ、はい、いろんな選手と対戦し、はい、いい思い出も悪い思い出も残ってると思うんだけど、まずキャッチャーとしてやっぱ対戦したい、嫌だなと思ったバッター3人3人、はい、1人目がタイロン・ウッズですね。おお、はい、そのピンポン玉みたいに飛んでくるのが間違いだろうな。だって横浜スタジアムのセンターバックスクリーンっていうか場外出したでしょ。はい、あれもうあれでどれだけ僕怒られたの。ああそう。え、なんで？なんで？いや打たれまくるんで。でも基本どういう攻め方してたの？タイロンって。いやもう近め振らして見せて、でも落とすかぐらいしかないで。外に流すか。はい。それも間違えるのか。それを大体こう。なんですかね、投げミスだったり、うん、まあ、不利なカウントでも行くよっていうのは言ってるんですけど、やっぱりピッチャーの心理からしたら不利な時にこう投げさせてしまって、うん、ガーンって甘くなったやつ行かれたりとかっていうのが多いんで、当てたら怖いしな。そうですね。あの体で追っかけられたらな。そうですね。ひとたまりもないしな。多分新プレー、高プレーとかでも出てたんですけど、僕がキャッチャーだったんですけど、真鍋球審と、このぐらいもキスするぐらい近くて、そういう乱闘を間近で見てて、これは怖いなと思いながら、したらもう、その時はもう、私、防御吐け、退場しろ、退場しろって思ってました。ああ、そうやったな。それはいなくなったら大きいもんな。そうですね。タイロン・ウッズ。はい。ウッズですね。それは横浜時代。中日時代、中日時代ですね。でも名古屋に行ったらちょっとホッとするところあったでしょ、広いから。いやーけどもう振り遅れてカーンってライトに、まあ、そうライナーとか、東京ドームでも振り遅れてライトの上段ぐらいまで行っちゃいますし、まあ嫌でしたね。じゃあ2位は、さっき名前上がったの金城さんね。金城嫌だ。結構嫌でしたね。でもホームランバッターではないんじゃない？ではないんですけど、ちょっと動物的っていうか、そう、はい、反応で打ってくるようなバッターなんで、あんまり配球とか考えてなさそうだなと思うじゃないですか、動物的なんで。考えてない。いやだ、そういうバッターはちょっと難しかったですね。だから読めなかったっていうこと。あ、そうですね。何待ってんだろうとか、これ待ってんなとかっていうのはやっぱ見抜けなかったですね。いや俺近所と一緒にやったことあるけどさ、はい、近所が調子悪いんですよって言うんだよね。いやいや、お前反応で打つタイプだから、ね、もう調子関係ないからって、だからあんまりそんな考えんなとか言って。そうですね。だからまあね、ど真ん中見逃したり、とんでもないとこヒット打たれたりとかするじゃないですか、うん、そうするとやっぱこ、ね、バッテリーは何待ってたんだろうなみたいになるじゃないですか。だからこれ読まれてたのかなとかな。そうですね、困ってましたね。で、とんでもないとこ打つでしょ。そうですね。ものすごいいいところをクリーンヒットしたり。金城さんも首位打者取った時ですよね。そう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 。
もうあの時ちょっとお手上げだなと思って、分かんないなと思って、とりあえずなんか足払いとかが嫌がるんで、あ足元ね、はい、足元を崩されるとやっぱ嫌がるっていうのは知ってたんで、バンバン行かしてましたけどね。あ、まあ、それでもでしょ、それでも、はい、いやー、近所面白いのがさ、はい、俺がこう外野で、はい、あの内野に入ってきてノック受けてたんだよ、はいはい、でちょっと振ってたんだよね。そしたらあのちょっと取り方おかしいから近所呼んで、お前どっか痛めたろって言ったら、正直に言って、あいつ言わないからさ、そしたら前の方もちょっと大きな違和感がありますいや小さな違和感だったらいいけど大きな違和感、それお前肉離れだろっていうさもうそういうやつなんだよ、大きな違和感で今度言って、大きな違和感です、近所さん大きな違和感ないですか、言ってますもんね、来年お会いしたら近所ね、はい、はい、じゃあ一番嫌だった、一番今分かるのかな、あ、はい、やっぱり首位打者みんな取ってるよね。そうですね、130何打点入った時、あもう本当にお手上げですね。あそう、変化球うまかったよね。うまいですね、拾うのがうまい、うまいよね、キャッチャーだったらこう多分ワン、まあ、ある意味見失うんですよね、うん、こうワンバウンドしそうだからこう反応してこう行くじゃないですか、その時にバットがポンって出てくるんで、どう飛んだか分かんないみたいな、その瞬間は。でまあヒット打たれてるとかっていうのが結構あったんで嫌でしたね。でも意外とそのタイロン・ウッズからの流れからするとホームランバッターが嫌だったのかなと思うと、やっぱ首位打者系が嫌なんだよね。そうですね、やっぱホームラン、まあ、ヒットの方がやっぱ確率高いじゃないですか、うん、ホームランよりは。なので、まあ、ホームランはある意味こうすぐ切り替えられるところがあるんですけど、なヒットだとやっぱり次の打席も考えちゃいますしね。そのさ、リードの基本ってさ、やっぱアウトローだった。これね、野村さんとマー君が対談してるんだよね、はい、片やニューヨークで喋ってて、同じ質問を野村さんにしたときに野村さんはもう固くなに困ったらアウトローだと、でマー君はアウトローは分かると、それじゃメジャーでは通用しないと、アウトローだけでは。その考えっていうのはどう、まあ、どちらも正しい、正しいと思います。まあ、アウトローっつって、うん、アウトロー投げ切れるピッチャーっていないんで、まあ、なかなかね、はい、でアウトローってボールって言われてるしまうかもしれないんですよ。バチンとアウトローって低めじゃないですか、うん、だからそこはちょっと難しいとこあって、けど僕は配球の基本はインサイドどれだけ投げれるかと思います。なるほど、ね、見せたりだとか そこでストライク、そこを出し入れできるかっていう、そこだと思います、ね、でもインサイドでもインサイドは高めでしょ。いや、そうとも限らない、そうとも限らないですね。やっぱりインハイをうまく打たれる時もありますし、うん、だからそこの出し入れですよね、うん、やっぱりそれできるピッチャーやっぱ生きてますよね、はい、じゃあ3位から言うとタイロン・ウッズ、金城、今岡、そうですね、ちょっと意外な選手が、そうですか、タイロン・ウッズはなんか破壊力という意味では分かるんだけど、そうそう、いや、首位打者系を2人選ぶっていうのはやっぱキャッチャーならではだなっていう、そうですね、うんうん、そういう人の方が考えちゃいますもんね、なるほどね、はい、じゃあ逆に対戦してあーすごいピッチャーだなっていうのは3人、3人、3位がもう1位、あ、1位が1位、もうウィリアムスです。ウィリアムジェフ、阪神、あーいたねもうあーそう、前とぼきしなかったですね、やっぱ、あ、まあ変則だしね、そうですね、あ、もう出ていたらもうお手上げと、はい、もう代打出してくださいと思ってましたもんね。あーそう、でも対策は練ったでしょ。対策練ったんですけど、それもはまらないってないと思いますね。あーそう、はい、じゃあ2位は、2位、あの中日の小林くんですよ。中日のちょっと変則のこう左のこういうくるってましたけど、いるね、ボール自体はそんな速かったりしなかったんですけど、軌道が全くこう入ってこない、読めないっていうか、こういう感じくるなとかっていうのは
だから多分アベキラーって言って出てきてたんですよ、バンバン。あ、もうなんかテイクバックもどこでトップなのかっていうのは分からないよ、ね、うな、ん、あ、そうだね、あ、そういうあれでしたね。なるほどね、はい、で3位は、3位最近やりましたね、最近高橋礼君ソフトバンク。おお、全然合わなかったね。全然合わなかったです。え、なんでって自分も思ってました。なんでだろうみたいな。例えば速い、いや、あのまっすぐがめちゃくちゃ速く見えるんですよ。あ、まあアンダースルーって大体そういう特徴があるよね。球速自体140ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ速く見えんなみたいな、うん、であの変化球はなんで当たんないんだろうっていう、うん、チェンジアップみたいなのあったんですけど。でもアンダースロー自体嫌いだっていうわけじゃないでしょ。いや、嫌いじゃないんですけど、うん、であとやっぱセットのこう持ち方とかがうまかったですね、やっぱり。テンポもいいしね。そうですね、うん、だからそうですね。じゃあ今の3人さ、特徴があるのはみんな変速だっていうことだよね。そうですね。変速のピッチャーに弱かった。変速のピッチャー弱いですね。原則のピッチャー当てときゃあんなに打たれることはなかったね、2012年に。だ、あの、あとアメリカンスタイルのピッチャーですか、が嫌なんです。嫌ですね。あのこうサイン見てパッパッてくる、あの今だったらカーブのクリとか、あ、昔、まあ、アメリカンスタイル、まあ、グライシンガーとか、あー、こうやってやってもパッてくるじゃないですか。日本のピッチャーってパッてやったら間があるんですよ。その時にバッターもよーしって準備できるんですけど、ってくるからおーみたいな立ち遅れしちゃうんですよね。ちょっと刺される感じですよね、はい、それは僕苦手でしたね。でクリーンも全然打てないと思います。あ、そう、はい、いや意外にやっぱこうエース級が出てくるかなと思った。いや、やっぱちょっと違ったね。そうですね、面白いね。変則ですね、やっぱ。逆にエース級は打たなきゃいけないという使命があったし、その苦手っていう意識が自分の中でな持っちゃいけないっていうふうに思った。多分それもあったかもしれないですね。これは打たなくても、あの打てなくても仕方ないとか、ね、打席数が少ないだろうみたいな。そうですね、打ってもその試合1打席だろうみたいな、はい、そういうそんな感じだった。そんな感じでした。そうだね、やっぱそこがプライドだね、巨人の4番としては。そうですね、まあ、いいピッチャーでも1球ぐらいシットあんだろうと思ってますからね。なるほどね、はい、はい、じゃあちょっと今日は長めにねまあいろんないいバッター、苦手なピッチャーいろいろ聞いてきたけど、はい、まあ篠介がこう対戦した中でベストラインを選んでほしいんだよ。対戦した中でね、うん、まあ、もちろん見ていて自分のチームから選んでもいいし、はい、これ結構悩むんだよね、みんな。もう対戦した中だから。対戦した、まあ、例えば成績とかじゃないから、対戦した中でベストナインを選ぶとしたら、まあ、苦手なとかで、あ、こいついいピッチャーだなってつくづく感じたピッチャーっていう。ピッチャーちょっと考え中だな。考え中。サードはもう決まってます。いやいや、まあ、次キャッチャー行こう。キャッチャー。それはもう自分でもいいんだよ。やっぱり自分がいいキャッチャー。対戦した中でやっぱ楽しかったのは、うん、谷繁さんですね。お、楽しかったのか。楽しかった。どういう楽しみは？対戦するっていうだけでも。その試合をやるということ。そうです。それとも打席に入っての読み合いっていうこともある。それも両方あります。おお、はい。ゲームでこう、まあ谷繁さん晩年こう出たり出なかったりなんですけど、まあ、出た時はやっぱ嬉しかったですし。楽しみが増してましたね。まあ中日も強かったしね。そうですね。だからそういう面ではキャッチャーとして負けれないということがあったということ。ああ、なるほどね。自分じゃなくていいの？いや、大丈夫です。楽しげ？自分とは対戦したことないんで。いや、でもこう比べることはできるじゃん。いや、谷繁さんです。おっしゃる。はい。じゃあファースト。ファースト、清原さんは出てきますよね。だけど同じ松中とか。ああ、そうですね。まあ、そうだったね。やっぱ清原さんになりますね。なんかこう、グラブさばきもうまかったですし。うまいよね。守備もうまかったですね。そうですね。で、スローイングもすごい安定してるし。あ、っていうのは
でもやっぱりいい選手ってさ、キャッチボール大事にするな。そうですね。清原なんか本当キャッチボール大事にしてますね。そうですね。じゃあ清原でいい？はい。セカンド。セカンド菊池。おお、はい。どういうところ？まあ例えば山田哲人とかもいるじゃない。はい。その中で菊池を選んだ理由っていうのは、いや、ピッチバッテリーをこう何回も助けてるっていうのもありますし、うん、僕も何回も取られてるっていうのもありますし、うん、それで一つの彼のプレーで試合がガラッて流れが変わるんですよね。球場もそうですし、まあ、松田でやったら特に流れ変わるっていうのを感じてたんで、うん、あの守備はすごい。いや、すごいですね。なるほどね。サード。サードは中村典さんです。おお、はい、やっぱりよく打たれた印象がある。そうですね、バットコントロールがうまかったな。当てるのがやっぱうまいんで、でバットをこう見させてもらったら、こんな難しいバットで打ってるんだっていうのも分かってじゃない、はい、それを扱えるっていうのはやっぱすごいなと思ってましたし、守備も抜群にうまいんで。じゃあショート。ショート岩下さんです。おお、渋いところ来るね。それまあ例えばちょっと迷ったんですよ、宮本、いや小坂さんと。まあ、総合的に言ったら岩瀬さんが嫌だったんで。どういうとこが嫌だったの？もう何してくるか分かんないんで、うん、はい、そういうのが嫌でしたね。それはバッターとして。そうですね。守備は？いや、もう守備はもう飛んだらもう安心みたいなっていうところがあったんで。え、その歴代、まあ、例えば深夜とかもやってたよね。はい。それを超えて岩田が。そうですね。いや結構、まあ、内野手を見ると割と守備重視だよね。そうですね、キャッチャー目線になってる。そうだよな、面白いね。いや、もちろん宮本さんもいつもうまいなと思いながら見てたんですけど、あそこ打ったら地獄だなみたいな。例えばパリーグに行くと松井稼頭央とかも一緒にやってると思うんですけど、そうですね、いろんないい選手見てきてると思うんだけど、はい、まあ、その中で今だと。そうですね、まあ、渋い、またポジショニングも良かったよね。そうですね。じゃあ荒木じゃない、セカンド。やっぱ菊池でね。そうですね、はい、じゃあ外野手3人。外野3人か、なんでそんな苦しいか。いや、やっぱ柳田。それは交流戦で対戦して、まあ、そうですね、やっぱり嫌だった、うん、迫力ある。やっぱ迫力ありますし、あれだけ触れるっていう凄さがありますよね。確かに、はい、打者としてね、はいはい、あと鈴木誠也。成長の度合いっていうのを見てきてるわけだ。そうですね。どう、やっぱり着実に成長してきてる。そうですね。でやっぱり少ないチャンスを最初ものにして、ね、自分で奪い取ってレギュラーになったっていうのがあるん で、ね、なんか負けん気の強さもありそうだし、だからこそね、侍でも中軸打てると思いましたしね、はい、だからプレミア見たことしたら あんまり見れなかった で、ね、かった。でもしっかり4番を務め切ったよね。そうですね、やっぱ4番って言っても各チームの4番じゃなくて、ね、全日本の4番とかになったらやっぱ全然意識が変わるわけ。やっぱり4番も打ったことあるでしょ。やっぱり、ね、絶対いいところで回ってくるだろうなっていう、まあ、その時に自分で返せたら勝てるだろうしっていうのは思ってましたね、うん、なるほどね。まあ鈴木誠也、はい、でもう一人、最近になっちゃいますね。いやいや全然いい、まあ、丸になるんですかね。お、まあ、守備を取るんだったら亀って言おうと思ったんですけど。亀井、はい、お、それ、まあ、守備ってなったらうちの松本って言おうか迷ったんですけどね。松本って左も、はい、先週大学、そうですね、抜群だったんです守備は。ああそう、あれ何回助けられたか分かんないですし、やっぱキャッチャー目線ってあるね。そうですね、自分がもうキャッチャーに座っててこうこの人たちが守っててくれたら安心っていうのが、そういうメソラインだよね。強いですね。じゃあ誰行くの？
もう一人は亀だな。亀井、なんかファーストで守っててコーンっていったらあれいるとか、ああそう、そういうのすごい見て守ってますし、やっぱ安心感ありますよね、やっぱり肩も晩年、まあ、若い頃よりは落ちてるんですけど、やっぱコーチは止めますし、ね、そういう脅威がまだあの年であるっていうのはね、そこですかね、僕は。やっぱ渋いとこ来るね。じゃあピッチャーは、ピッチャーいっぱいいるからな、いいピッチャー。え、どういうところで悩んでる？どういうところで、まあ、すごいボールは投げるとかっていうのではなく、総合的にっていうか、って言ったらまあ大谷君かなと思っちゃったんですけどね、ピッチャー対戦してるよね、はい、どうだった？やっぱ早かったんで。やっぱ早いんですよ。それちょっと今もう150キロ投げるピッチャーってバンバンいるじゃない。そうです、僕のオールスターの時にちょっと力んでギャッて引っ掛けて膝元来たやつが162って出てたんで、早いなみたいな。やっぱ早かった、避けれなかったですからね、膝元来てるの。じゃあもう当たったら終わってたということだよな。反応できなかったっていう、そのぐらいの速さ。早かったですよ、やっぱ。でもピッチャーとしての完成度はまだまだ低かった。低かったですね、その時は。まだでも大谷、例えばさ、ダルビッシュとかも当たってる。あ、それも入ってたんですけど、どうかなと思ったんですけどね、大谷。でも打者になっちゃうかもな。そうですね。どっちがいいと思う、答え。打者とピッチャー、どっちか選べって言ったら。僕バッターで挑戦してもらいたいですね。なあ、はい、あれだけ飛ばす力があって、はい、反対方向にも。あの脚力もそうですし、メジャーで3割30本100打点とか、もう全然夢じゃないと思ってるんで。はい、じゃあピッチャーは大谷ということで。そうですね。いいですか。いいですよ。本当にギャッと自分じゃなくていいね。ギャッと自分じゃなくていいですよ。あと迷ったところはどこだっけ？外野手。まあ町でも一緒にやってるし、吉本さんも一緒にやってるけど。やってるけどみたいな。やってないんだもんね、対戦してないんだもんね。対戦してないんで。でもちょっと対戦したかったでしょ。そうですね。対戦してみたかったですね。そうだよな。はい、そしたら確実に入る2人だったかもわかんないね。そうですね。はい。はい、こんにちは。良いお年を。まだ一緒にやってくれてるから。ありがたいです。乗りましたよね。今年1年の締めとしてね、しんのすけ来てくれてるわけだけども、プロ野球選手ってやっぱ怪我多いでしょ。怪我をやっぱ翌年に持ち越したくないもんね。だからそういう意味では怪我をもういろんな怪我をしてきて、克服してきて。でキャッチャーもマスクをかぶれないぐらい首を痛めてファーストに入ったりだとか、何が一番苦しかった怪我の中で。首ですよね。首はどうなったの？いや、あのヘルニアがあって。それはなんで？長年のキャッチャーとしての長年の労働が、その衝撃、ハーチップの衝撃とかでできるものではないっていうのは言われたんですけど、けど結局当たることによってそのいたずらされる可能性はあるくらいだ、はい、でもあれだね、引退試合の時に思いっきり食らってたよね。食らいましたね。思わず笑っちゃいましたけど。, 笑ってたでしょ。いや、もうあの1イニング行くってなった時に、もうトレーナーさんだったり、まあ原監督もそうですし、まだ CS クライマックス、あの CS も日本シリーズもある、っていうのでファールチップだけはみたいな話をしてたんですよ。したら本当にガーッと思っきりあったよね。いや、もうこういう当たりやすいこう運命なんだなと思いながら笑っちゃいましたけどね。でもその時の症状ってさ、どうだったの？マスク自体も変えたじゃない、軽量のやつに。けど本当に朝起き上がれないんですよ、ベッドから。首が痛くて、はい、こう痺れて、いや、もう痛いんですよね、とにかく。でこう寝てて、こう普通にこうパッと起きれないんですよ。でもタオ、こう無意識ですけど絶対使うんですよね。けどもう寝ててこうやってハーッと起きようとしたらもうってなって止まってんの、はい。でもう忘れもしない、なんか千葉マリンと、西武ドーム
のオープン戦かなんかですかね、最初は。そこで出て立川のホテルで発狂しましたね。痛すぎて起きれなくて、夜中トイレ行こうと思ったらなんてなって、あーってなりましたね。もう動けなくて。でもそれでもマスクかぶって出なきゃいけなかったんだよな。そうですね。で最初なんかこうなんかムチ打ちみたいな感じだなと思って、まあ、ずっとまあこうだったんですけど、それで打席に立ち、そうですね、でこう向けたのピッチャーの方向けないです。半分ぐらいでしょ。だから僕多分あれやってから多分癖なんですけど、多分自分でこうやってブワッと頭回してましたからね。もうまあ僕ここをいつもこう、うん、自分の視界の中に入れとくっていうのがあったんですけど、目印みたいな。そうですそうです。でだけどこっち向いてるイメージするんですよね。こっちがピッチャーなんですけど、うん、これだけの差なんですけど、うん、これだけのこれがなんかこっち向いてるな俺みたいな、うん、って思って自分で打席でねってこうやってやってましたからね。それ痛みはなかったやった時。いや多少ある時ありますけど、多分ある時まあ若干良くなってきた時も多分ちょっと体が拒否反応してるから行かないんですよね。行くと多分なんかまた痛みで怖さがあったんですね。怖さあったんで、うん、ダメでしたね。でキャッチャーを断念して、はい、でファーストに行ったじゃない。ファーストはどうだった？いや難しかったです。そりゃそうだよね、やったことのないポジションだし ね、 そうですね。でもこうやって守ってて、まあその後小林とか、はい、いろんなキャッチャーがマスクかぶっていくわけじゃない。なんかこうイライラしたことあった？いやイライラしましたね。俺だったらこうしてんのになとか、こうしろよみたいなとかありましたし、まあ、けどその反面野手ってプロでやったことなかったので、その野手の気持ちっていうのもすごく分かったんで、自分のためになったと思います。どういうのが分かった？いや野手も、ね、エラーしたくてしてないとかっていうのも重々感じましたし、やっぱりなんだサードで、はい、やっぱ土のグラウンドでみたいな、ね、嫌でしょ左バッターでってさ、ね、まして足が速いぞこいつみたいな。でもランナー一塁で外国人とかだったら急に心拍数上がってくる。そう、そういう思いにしてた？してた本当に。してました本当に。もうファーストでもうすぐ近くいるじゃないですか、ね、金本さんとかでも嫌で怖みたいな思ってる。でもそういう経験も二軍監督としてやっぱ生きてくるよね。そうですね、できたっていうことはやっぱり思いますし、もうもっと早く投げろよみたいな思った時も、ね、そうですね、やっぱ野手もこう生き生きこう構えますし、でその準備をするしんどさっても分かったんで、ね、はい、でもあのマウンドに集まるじゃない。で今まではキャッチャーとしてマウンドに行ってたのが一塁手として行くわけじゃない。でもその時でもやっぱキャッチャー目線でピッチャーにアドバイスしたりとかもしてた、キャッチャーとかに。いやしましたね、はい、例えばどういうことが印象に残ってる？印象に残ってるんですか、うん、まあ、例えば多く言ったことって何？まず状況をちゃんと言ってあげて、うん、ピッチャーに、うん、でこれあるかもしれないぞ、これあるかもしれないぞってこういろんなこと言って、うん、っていうのは言ってましたね。なるほどね。言わないんですよね今のキャッチャーって。僕は当たり前だと思ってたんですけど、うん、ピッチャーってやっぱこうなっちゃうから、うんうんうん、状況とかも把握できない時もあるんですね、たまに。あ、まあ、だから僕は絶対今ワンアウト一塁ねとか、ピッチャーゴロセカンドよとか、うん、っていうのは言ってたんですけど、今のキャッチャー僕こうたまに何も言わないでこうやってやってたんですけど、言わないんですよ。確認作業しないということだね。なんかそれ大丈夫なのかなと思いながら、だから僕は一塁だから月曜とか、うん、まず1個取ろうって、でバッターが足速かったりしたらまずもうセカンド1個アウトしようと、焦んなよとか言ったり。じゃあ一塁行くことによってバッテリーが勉強したことっていうのたくさんあるよね。じゃあね、そうですね、だしこうファーストからの景色でこういろんな別の角度でバッター見ることもできましたし、だけど一回ね僕ブチ切れたことがあって、うん、小林と田口のバッテリーでバッターがルナっていう中日の外国人が、うん、初球は絶対もうここはもう初球は絶対打たれたらかっこ悪いから、うん、ここはインコース絶対いらないからな、うん、いらないケースだからって、初球インコースまっすぐ行ってガーンホームランだったんですよ
まあ、ボールから入れというメッセージだよね、ちょっと誘い玉で。インコースいらないって言ってたんですよ、僕は。全部外行けって言って、ここはっつって、ライト前は仕方ないっつって。っていうケースで、初期インコースまっすぐ行って、ガーンとホームラン打たれて。後で聞いた、なんでお前って言いました、さすがに。答えは、いや、すいませんってしか言わなかったから。っていうのはありましたよ。なるほどね。もうファーストミットなんかもう叩きつけんじゃねえかってぐらい怒りましたよね。まあもう想像してただけにね、はい、インサイドが入るとやられるっていう、ね、これはここはゴンって一発ダメだぞっていうケースだったんで、そこは具体的にちゃんと言ったんですよ。なるほどね。まあそして代打になっていくわけじゃない。そう、代打の極意とか準備の仕方っていうのはどういうふうにしたの？そうですね、まあ4回5回まではしっかりゲームを見て展開を見て、見てましたね、まずは、うん、でやっぱり自分でこう打順こう見て、あ、この回この次の回とかもしかしたらあるかもしれないなとかっていうのは考えてましたね。まあ、それで準備をして、そうですよ、ね、で体を動かしてみたいな、はい、そして監督と自分の意見が一致した時はまあ、ほとんどいい成績が。なそうですね。そうだよね。でも最初に代打に回った時ってさ、なんか出た時になんか雰囲気が全然、まあそうですね、全然違うよね。はい、あれって思いますね。思うよね。そういうものですか。いやなんか全くゲームに参加してなかったみたいな。見てるんだけどね。なんか代打って本当に難しいし、ましてやその一番いいところで切り札として使われるわけじゃない。だ相当な覚悟を持っていかなきゃいけないし ね、 そ、 ね、その1打席終わったらあれみたいな、終わっちゃったみたいな。そうですね、まだ今日1日何したんだろうなって思う時もありますし、まあそれぐらい難しかったですね、うん、でも初球からよくフルスイングしていけたよね。そう、結構初球から勝負しに行ってたでしょ、代打の時。もう代打の時もまあ、初球2球目で行かないとやっぱりもう自分でダメだと思ってたんで、それでもやっぱ手出なかった時もありますし、なんかこう1打席しかないからボール振ったらもったいないなとかとかいろんなこと考えるよね。そこでちょっと手出なくなってしまった時もあったんですけど、もうそこはもうありきるしかないなと思って、もう1打席ねダメだったら初球ボン出しても、ね、もうすぐ切り替えて翌日しかないんですけどっていうような考え方ちょっと変えてみましたけどね。生まれ変わってもまたキャッチャーのポジションやりたいですか？やりたくないですね。もう、もういいですか？野球はやりたいだろ。野球やりたいですよ、先発ピッチャーは。そうだよ、やっぱそうなんですね。ピッチャー花形だもんな。先発ピッチャーやりたいですね。やっぱ先発ですか、はい、そこはこの場って。キャッチャーは嫌ですか？嫌ですね。嫌だな。面白くない。ユタコさんキャッチャーやりたいんですよ。やりたいんだ。いやー、僕はいいです。俺はちょっと軽いコルセットやしながらやる。軽いコルセットやから。そう、首持ってからやる。そう、それも聞いてるから。でもまあ、年を越すわけですけども、はい、まあ、来年からも本格的にね、二軍の監督として、もう監督って呼ばれれば呼ばれるほど多分貫禄がついてくると、はい、ね、期待してますよ、はい、でもやっぱりこう怪我もね、最初怪我の話から入ったけど、怪我を持ち越さないでね、各選手12球団の選手がねやってくれるとね、いいですよね。はい、良、はい、いお年を、はい、お迎えください。じゃあこんにちは、おめでとうございます。明けましておめでとうございますね。だか分かんないでしょ。いきなりすいません、そりゃそうだよ、いきなりお前正月から入ってくる。そうですよね。明けましておめでとうございます。高木豊さんの YouTube チャンネルでアシスタントをやらせていただいています、はい、森藤と申します。緊張してると見たことあります。見たことある？はい、本当にありますもん。だって見たこと、あ、 YouTube のチャンネルで、はい、ありがとうございます。もう今日は収録をすっ飛ばして、はい、やってきました。いや、そんなことはいいんです。あ、いいですよね。前の仕事なんだ。でも、まあ、安倍監督に質問ができると。そうだよ、正月早々だからね。あ、そうですよね、はい、安倍監督に質問がある方、ツイッターでぜひ募集しますと呼びかけたところ、
これまでにないほどの数が来まして、ちょっと待って、はい、俺からの質問ちょっと一ついい、はい、監督って呼ばれるのはどう？いや、慣れないですよ慣れないけど、もう指導してるから監督って呼ばれるでしょ。もう監督としてこう契約も済んでるんで、うん、まあ、表彰行ってもまだ阿部慎之助選手で、そうだよな、向こうも周りの方もまだね、うん、ピンときてないとこがあって、言われる僕はもっとピンときてないですよね。なるほどね。じゃあ後ろで監督と呼ばれても一緒に、いや、もう3秒ぐらいは無視ですよ。無視っていうか、あの入ってこないです、入ってこないです。それは慣れないんだね。じゃあまずアッキーさん、ありがとうございます。山瀬慎之助捕手が入ってきましたが、今後どんな選手になってほしいですか？でも名前も一緒だっていうのは今年の、去年の夏、甲子園見て分かってたんで、まあ、とにかく名前負けしないでほしいですね。はい、慎之助という名前、はい、全く同じ、まあ、そうだよね、漢字も一緒なので、はい、そうだそうです。だから憧れたんじゃないの？そうですね、山瀬選手のお父様が阿部監督のやっぱりファンだったということで、いや、だから荒木大輔が出た時は大輔っていう名前がバーン増えたし、はい、だから慎之助も慎之助っていう名前が増えたし、はい、そのなんか歴史をこう飾るような名前だよね。いや、もう僕の周りでも何人かもつけてくれてる人がいるんで、まあ本当嬉しいことですよね、これはね。最初小さい頃慎之助っていうのは学校行ったりとかしたらどうだったの？で、やっぱちょっと嫌でした、ね、いじられた、うん、嫌でしたし、まあ僕らの当時はね、あのクレヨンしんちゃんとかが、あ、そうだか、うん、始まって少しぐらいだったからなんかやっぱちょっと嫌だちょっと嫌でしたね、恥ずかしい、はい、あ、でも今となっては、あ、いい名前だなと思うでしょ。いや、良かったですね。あの打席に入るときにさ、はい、あの慎之助から入るじゃん、あれなんか良かったよね。そうですよね。あ、じゃあ続いて、はい、いいですか、はい、茂光さんです、ありがとうございます、はい、タイガースの藤川球児投手との最後の対戦と最終戦のスワローズ戦の申告敬遠された時の心境を教えてください、はい、まあ、甲子園の時は、はい、まあ、阪神もね、まだ可能性あるって中で矢野監督がね、粋な計らいで藤川球児選手をね、出してくれて、まあ心の中で全部まっすぐ投げてくれるんだろうなと思いながら打席入って、まあそれに本当応えてくれてたんで、まあ初球はとりあえずもうフルスイングしてみようと思って、まあ、そしたらやっぱすごいね、阪神ファンの方もすごい盛り上がりだったんで、で2ストライク追い込まれてからの甲子園全体の慎之助コールが何秒間か続いて、まあその時は身震いしましたね、やっぱりね、うん、やっぱ最後球児と対戦したいと思ってたでしょ。そうですね、甲子園最後だったんで、うん、まあ一緒に WBC だったり一緒に行った仲ですし、まあ若い時からずっとね、敵ですけど切磋琢磨してやってきた選手なんでね、こうお互いがこう日差しに手を当てて、あれはいいシーンだったね。いや、僕はもう、ま、全部まっすぐで勝負してくれたっていうことでも、もうありがとうねっていう、はい、気持ちで一応、ね、敬意を表してこうやったんですけど、まあ、男の勝負ができたんですね、本当 ね、 ね、はい、よかった。で、一方で、そこ行く、ものすごいいい話からものすごい話しにくい話になるけど、今男の勝負ができてよかったっておっしゃった後で、なんなんですが、スワローズでもそこも男の勝負かな。そうですね、スワローズの申告敬遠の時の心境というのはいかがでしたか、バッターボックス立って。いや、もう笑ったな、ちょっとえっと思って、はい、こう一瞬こうフリーズしましたよね、えって何が起こった、はい、で、監督は小川淳二さんで大先輩ですし、はい、思わずベンチこう振り返って見ちゃいましたねえ、あれ本当ですかみたいなこれシーズンペナントレースのシーズン最後の僕の経験の打席なんですけどと思いながら。そうですよね、
でもヤクルトは勝って終わりたかったと。そうですね、言ってましたね、宮本がね、はい、俺は戦略なんだ、はい、何がおかしい、いや、見ていたファンもちょっとびっくりしたので、いや、はい、だから思わず、はい、引退するのかとか思ったよね。引退する選手を怖がっての申告敬遠だから、はい、そうですよね、うん、そうですね、まあでも小川監督と話をしたんですよ、まあ、そうですね、お会いして、本当ごめんなっていうのもあって、いや僕はもう全然球史にまたね名を残せたんでありがとうございましたっていうのと、まあいいメッセージだとして、いいメッセージを取って、おきますっていうのはちゃんとお伝えできたんで僕も良かったですよ。でも名誉なことだよね。いや本当ですね、はい、だって引退するって決めてて申告敬遠されるんだ、それだけまだ怖いバッターであったということ、それを後世に伝えられるということはね、もう力強く俺が言うしかないいや本当に、最後のバッターボックス立った時ってのも覚えてらっしゃいますか。俺はどれが最後だったか覚えてないんだよ、引退試合もしてないよこれも球史に残るから、ね、どこが最後だったんだって紐解いてみようかね、後日。そうですね、後日ね。でもそう思うとやっぱりすごく印象に残る最後というか、いや俺はある番組で解説で言ってたんだけど、はい、椅子を蹴り上げたいや、なんでかって言ったらやっぱ最後の打席ぐらい見たいじゃない、はい、新之助の、はい、ずっと追っかけてきててさ、で ましてやさ、相手がさ大学の先輩じゃない、共通の小川監督ってだから何してくれてんねんみたいなそんなのはあった、あったけど宮本の話を聞くとね、最終戦だと最後勝ちを届けてファンに、うん、そうですね、うん、まあ、僕もその時はそうと思ってましたよ、うん、多分やっぱりヤクルトも本拠地最終戦で勝って終わりたいっていうのはあったんじゃないんですかねっていうの、多分コメントかなんかしてると思うんですよ ね、はい、で、新之助がその前日に東京ドームでもう引退試合やってるじゃないかという思いもヤクルトベンチにはあったらしい。ここは神宮だと、俺は大学の先輩だとまあ関係ないか、あんまり言うとさ話がまとまらなくなるからな、忘れてきちゃいますし、はいはいはい、おじゃまこじゃまさんは2軍監督になるにあたって勝利優先か負けても経験を積ませるか、どちらを優先しますか。これはどう、まあ俺ちょっと記事で読んだんだけどね、1軍は読売ジャイアンツでいいとで2軍は巨人軍だと、わたる意味結局軍隊だ、2軍はそのぐらい鍛え上げるぞっていうメッセージがこもってたと思うんだけど、違う。いやそうですね、そう、はい、やっぱりもう若い選手が出てこないって言われてますし、うん、それだったら徹底的にガラッと変えて、うん、若い選手をずっと育てるっていう意味では、うん、ダメでも良くても、うん、ずっと使い続けようかなっていうのは考えてますね、うん、それはレギュラーにするために。そうですね、上で、はい、まあ、その中でもちゃんと競争は知ってもらいますけど、うんうん、はい、まあ、例えば新之助がさ19年やって自分を支えたものっていうのは結局何だったの。いや練習っす、やっぱり練習か、はい、ということはやっぱり2軍というのは相当厳しくなるよと。そうですね、多分技術がないから2軍にいるわけだって、うん、やっぱ技術を向上させるって言ったら練習の量しかないんで、うんうん、と僕は思ってるんだね。相当長くなるし練習も。そうですね、だからまあその1軍2軍の現時点での20代後半の人はチャンス少ないよっていうのは本当に本人たちに直接伝えてありますし、もし来年2軍スタートでずっと2軍にいたらチャンス少ないよっていうのも直接その子たちは言ってあるんで、まあ勝ち、まあその分勝ち癖もつけない、勝つ喜びっていうのも分からせないといけない部分もありますし、それ以前にこう底上げするんだと思ってるんで、底上げするために勝つのも大事ですけど、ね、我慢して使っていくっていうのも大事なんじゃないかなと思います。新之助はさ、勝つ喜びよりも負ける怖さの方を知ってる選手じゃない。そうですね、うん、やっぱ負けれないっていう方が強くなかった、勝ちたいということをもちろん、そうですね、合わせ持ちながら負ける怖さっていうか、ジャイアンツは勝って当たり前だ、
絶対負けれないんだと思ってやってますから、ね、やってたよね、はい、だから2軍の選手に今勝つ喜びも教えたいけど負ける怖さっていうのも合わせて教えるっていうのはでも2軍だと難しいね、うん、そうですね、まあ、それ以前の問題だと思うんで、うん、そこは多分1軍に上がったら多分絶対分かることなんだ。あ、なるほどね、巨人もね、はいはい、じゃあ続いていいですか、はい、たくさんの投手のボールを受けてこられたと思いますが、新人で入団してきて一流へと育っていく選手とそうでない選手の違いはどんなところになると思われますか。まあ、ある程度実力があるからドラフト1位でとか2位上位で入ってこれると思うんで、まあ、それに長けてない子が下位にどんどんいると思うんで、まだ今言った結局下積みっていうのをしっかりできた子が上に這い上がっていけるんじゃないかなと思いますよ、ね、でもさ、最初にこうブルペンでもいいからポンと受けた瞬間に、うん、あ、こいつは勝てるわってそういうのも感じる。あ、こいつはダメだなってもうちょっとこうしなきゃっていうのはすぐ感じるもんなんです。すぐ分かりますね。やっぱ分かるんだ、うん、それ受けてみて、うん、あ、これはすごいわって思ったピッチャーってあれ自分で、で、上原こうです、ね、あ、やっぱ上原なんだ。沢村は入ってきた時は良かったですよ。うわ、これは勝てるだろうなと思って。頭殴ったけどね、はい、けどそれがどんどんこう衰退してたそれはなんでだ、まあ、なんでか分かったら戻ってるんでしょう、ね、まあそうだね、はい、分かんないんで、まあまあこう自分のこうなんていうんですかね、行く道が迷っちゃったっていうか、うん、まあ考え方だよね。そうですね。あと質問で、豊さんが、はい、阿部監督の小さい頃から知っていると思うんですかっていうのは来てないんですけれども、いや、子供がいて野球をやってるっていうのは知ってたよ。あ、そうで、最初に会ったのは大学の時なんだよね。あ、そうなんですね。で、いや、もうあの時2年かそのぐらいだったと思うけど、もう全日本の4番を打ってるっていうんでさ、キャッチャーで、すごいキャッチャーで、そしたらお父さんが俺の1年の時の4年の人のお子さんだったわけね。で、見た時に、あ、確かにいいバッターだなと思って、プロ入りする前に、ちょっとプロの心得をっていうので、連れてきたの。はい。で、心得も何もさ、なんか一生懸命やってるだけの話なんだけどさ、心得っつってもなと思って、そしたらもう聞く気がないわけよ、俺の話が。そうだったんですか。いや、寿司バクバク食ってさ、寿司バクバク食って、いやいや、お前より上になるからっていう風格があったよ。それを覚えてるよ、思い出として。俺ってお寿司バク食べてるし。いや、でも、希望は座ってんなと思ったよ。その時に、うん、それとやっぱり自分に自信があるんだろうなっていうのはすごく感じた。まあ、バッティングのことに関してね、はい、覚えてらっしゃいますかその時。いや、覚えてますよ。覚えてるもん。あ、覚えてますよ、ちゃんと。寿司しか目に入ってなかったそれはあったかもしれないそうだよ、腹減ってそうだっただってほら、中央大学の寮でしたっけ、ああ、は冷ややっことご飯。いや、もう新夏目の時は違うんだ。いや、では僕ら違う、別だから八王子に移ってるから。あ、じゃあ美味しいご飯は食べてたんですか。うわー、そうですね、昔の話を聞いたら全然僕ら良かったですよ。じゃあ、お寿司の方がいいですかね。いや、もう心得なんか聞いちゃえそういうところがある、そこら辺の度胸の良さがあるなと思ったそしたらもうどん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 体制していく。それはね、親父が聞いてるだけで俺が答えてるだけで、ここ俺何のためにいるんだみたいな感じで寿司食ったのを覚えてる帰りたいなそうそうそう、ね、まあ一応大学の先輩だから、まあこう変な顔でもできないな、はい、早く帰りたいとも言えないなみたいな。まあ、その時、あの高木さん、豊さん の、はい、あの選手としての印象というのはどういった感じがあったんですか。実際そこまで多分長く記憶がある中で見れなかったので、はい、見てないんで。そうですね、無理やり絞り出そうとしてるから正直まあすごかったんだろうけど分かんないなみたいな思いながら多分ね、お寿司を食べてたんです。そうですね、そうそうそう、お寿司。でもね、俺嬉しかったのは、しんのすけがあのロッカー、個人のロッカーがあるでしょ、一人一人の、はい、あそこで俺のバッティングフォームを一時期の間、はい、あの貼ってくれてたんで。え、そうなんですか。そう、あのこう連続写真みたいなのがバーッとこう出てたんで、はい、貼らせてもらいましたね。それは何かこうスランプになった時とか。いや、多分そうじゃないと思うんですけど、多分
うん、たまたま高木豊さんも出てたんで、たまたまあっただけもう無理があるからね、はい、どうもちょあ、こう下げない下げたまあ前回は、はい、まあ、なんていうのかな、こう監督になった経緯だとか、まあ、ルーキーで開幕スタートっていう話を聞いたけど、まあ、こっからちょっとバッティングのことをね、バッティング、うん、を聞いていきたいんだけど、そう、ね、まあ、そう、数々サヨナラホームランも見てきたし、はい、ヒットも見てきたし、まあ、2000本安打も見てきたし、自分の中で一番記憶にあるバッティングって何？キンキンで言うとやっぱ400号になっちゃいますよね、はい、400号、開幕のあのセンター前じゃなくて、そう、ね、センター前だったの、そうそうそう、はい、じゃなくて、じゃなくてやっぱり400号の方が、ね、今だったら若干狙って打ったもらったんで、いやもうずっと狙ってたよね最後の方そうっすね、振り回してたよね、そうっすね、まあだけどやっぱ狙って打つの難しいなと思いながらやってましたけど、まあ若干狙ってこういってあえて決められたんで、流れ的にも満塁ホームランからの僕次のバッターだったんで、いけるなと思って、なるほど、ね、はい、っていうのはありましたけど、でも400本打った中でさ、400何本だっけ、6だっけ、6ですね、ね、その中で狙ったホームランって何本ぐらい、その400でしょ、狙ったホームラン400打つ人ってさ、ある程度狙ってる時ってあるでしょ、ありますね、それで何本ぐらい打てた記憶がある、多分20本ないと思いますね。あ、やっぱ確率的にそんなもんなんない。ないと思います。でもサヨナラホームランを打った時は狙ってるよね。狙ってはないですけど、まあ、ここは2アウトランナーなしだったら、もう全部1、2、3振ってみようとか、あ、まあそういうのはあります。まあそういうのはない、ね。でも20本ぐらいしかないんだ。ないと思いますね。でもタイトル3部門で、はい、何を一番意識して狙ってたの？打点ですね。やっぱ打点、はい、やっぱ4番打ってきたから、そうですね、中軸打ったら、うん、やっぱりクリーンアップって言われるぐらいなんで、うん、でも3割4分打って44本だっけホームラン、首位打者取った時は27、だその時27本だっけ、はい、まあ、44本打った時もあったよね、はい、で、あ、その時打点を取ったんだ、そうです、2冠だったんだよね、そうです、打率と打点です、で MVP だよね、はい、その年はどうだったの、うん、やることなすことうまくいったの、うわ、そうですね、ある程度は自分のこう理想通りにできたっていうのもありますし、まあ、価値があるのは公表して飛ばないボールってなったんですよ、うん、その年、うん、そこで取れたタイトルだったんで、まあ、すごく自信になりましたね、うん、でも長くこう4番打ってきてさ、4番って今最近は2番説とか言われてるけど、はい、4番ってどういう意識があったの、もう自分のことはそうなんですけど、こう味方のベンチがこうここで打ってほしいって時に、ね、打つのが4番だと思いますし、相手からしたらここで一発はダメだぞって時にその一発を打てるバッターが4番だと思ってるんで、でも歴代考えるとさ、大長嶋さんとか、はい、4番を打ってきて、やっぱもうジャイアンツの4番って球界の4番って言われるまだ時代だったじゃない、うん、今はそうじゃないかもしれないけど、 そのプレッシャーっていうのはなかった、ここ4番を任せてくれたからこそ多分、ね、自分が必死になれたのかなって思う、うん、多分性格的に6番とかだとあんまりいかないなっちゃうタイプかなって自分で思うんで、でもゲームが終わったら、もうこれ完全に決まったなって言ったら、はい、相当いい加減だったもんね、最終打席ってです、ね、それでキャッチャーやってて大量失点とかしたら、やっぱりあもういいやみたいな感じな打席もたくさんあったんで、まあ、そこはもったいなかったなと思いますね、そうだよな、はい、そこ大切にしときゃな、はい、もっと打ったかもしれないです、いや打ってたでしょ、はい、相当いい加減な姿を俺は見たもん、そうですね、もうそこはあの大学が大学なんで、まあそうだな、いや俺は必死に打ってた、いやだってそういうバッターだったからね、塁出るバッター、そう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 、
バッティングで一番大事にしてたことって何？でもタイミングです。でも本当シンプルだよね。そうですね、まあ、昔若い頃は足上げてとか高く足上げてとかやってたんですけど、やっぱり時代がこう変わっていくにつれてピッチャーも、ね、ランナーなしでもクイックしてきたりとか、うん、ね、まあ、ツーシームだったりこう、うん、ちっちゃい変化のが主流になってきたので、それにどう対応しようかなっていうので、ただタイミングのことですよね、うん、一番考えてたのは、ね、まあ、キャッチャーとして、まあ、打者としてちょっと分けたいと思うけど、はい、キャッチャーは誰を目指したの？目指すものってあったの？誰か見本にする人って。いや、もちろん大重さんだったり、うん、古田さんだったりっていう素晴らしいキャッチャーが敵にいて、うん、まあ、その2人を意識してやってたっていうのは間違いないですね。やっぱあった。はい、だから、まあ、まあ例えば谷繁だったらキャッチングだとか、はい、スローイングだとか、まあ、古田だったらリードの面だとか、はい、そういうのを見てた。よくやっぱ見てましたね。的なことですけど、はい、うん、だけどいやいやあいつらに負けないよと思ったでしょ。いや、もうあとはもう打つしかないなと思って、自分でやっぱキャッチャーの経験値としてはやっぱり、ね、ずっと勝てないなと思ってたんで、年も離れてますし、そんな、確かにそこで対抗できるのは打つしかないなと思って、うん、キャッチやりながらっていうので切り替えられたっていう点でも数字残せたんじゃないかなと思います。でもキャッチャーの部分では終わってみて抜けたと思う？いや、抜けてないと思いますね。やっぱキャッチャーの部分では、はい、例えばどういうところが？いや、もう技術的なこともそうですし、例えばどういうところ、技術的なところ、もうスローイングだったり取ってからの速さだったり、うん、っていうのはこう自分で分析したこともないですし、ただただ谷繁さん、古田さんのは速いなと思って、やっぱ思ってた、はい、見てましたね、うん、じゃあ打者で目指したこういうバッターになりたいなって思った人はいるの？松井さんだったり、ね、ここで打ってほしいなって思う時にゴンと打ったりとか、うん、やっぱしてたんで、すごいなと思って、こういうね、あ、ここで打ってくれたらなと思ってる時に打つんだなとか思ってましたから、うん、そういうとこはやっぱ憧れましたよね。そういうのは2012年に首位打者を取り打点を取ったでしょ、はい、俺相手のベンチにいたの知ってる？知ってますよ。 DeNA に、はい、よく打つなと思ったよ。いや、本当にあの年だけね、僕の先輩なんだけど、橋上コーチが戦略コーチとして来て、うん、まあ、高校の先輩なんですけど、うん、橋上さんも楽天で野村さんの横についた時に、うん、なんでこいつはタイトル取れないんだと思ってずっと不思議に思ってた、うん、っていうのをお話ししてキャンプで、うん、まあ、とりあえず1年間だけでいいから真面目に1年間野球やってみろっていうふうに言われて、うん、そしたらタイトル取りました。それから真面目じゃなくなった。真面目じゃないわけじゃないんですけど、そう、まあ、そういう捨てる打席っていうのも減らして、うん、っていうのは口酸っぱくさと言われてました、ね、うん、ものすごく印象残ってるのが台湾でね、オリンピックの予選かなんかやった時の代表で、 あの時一回も引っ張らなかったんだよね。そうですね、全だから知らないバッターだから、はい、全部流しに行って、そうです、ね、4割ぐらい打ったんだよ。すごかったです。13打数10安打で MVP です。そのぐらい打ったよね。1回も流さなかったっていうのはさ、それやっぱ覚えてる？覚えてます、ね、覚えてるよね、はい、その場合知らないピッチャーだからやっぱ反対側に打った方が確率が上がると思ってたんでしょ。うわ、そう思いましたね、うん、でたまたまやっぱ引っかかったヒットもあったんですけど、うん、気持ちはもう全部反対方向と思って、詰まってもいいからと思ってたよね。そうですね、でもあれを見た時に、あ、すごいなと思ったの、技術が。その技術っていう確率ができたっていうのは何歳ぐらい？そうですね、まあプロ入った時からもうずっと試合前は反対方向を打ってましたし、まあ、それが僕のルーティーンになってたんで、うん、まあ、だし知らないピッチャーでこうボール少しでも長く見て、うん、って言ったら反対方向しかないなと思って、まあ、そこを徹底できた結果だと思いますけど。でも そっち打とうと思ったら簡単に打てるでしょ。そうですね、やろうと思えばね、はい、方向だけは間違いないでしょ、
でもインサイドのさばきはうまいんだよね。まあけど年々やっぱり年とともに反応を自分で鈍ったなっていうのは感じましたね。いや鈍ってもさ、俺やっぱりインサイド打ちをこれだけうまい、うまくさばける左バッターって俺は新之助がナンバーワンだと思った。それも開かずにバットのヘッドを走らせて、はい、だからツイスト打法、うん、今年、あ、昨年か丸がやったよね、ヨガマスタジアムでこんなバッティングやったじゃない。その走りってその言葉を作り出したのも新之助じゃない。そうですね、まあ、僕はあの中西さんですかね。あ、中西さんにそういう練習は入れろって言われて、若い頃に言われてずっと入れてたんですけどね。で、まあ、丸はもう開いちゃってしょうがないんですけどって言って、うん、どういう練習 したらいいですかって言うから、いやもうツイストまでいかないけど、こう軸足こうベタ足でこう、なんですか、ヒールアップしないように、これまあ例えばヒールアップしたら右肩が開くからね。そうです、もうどんどん行っちゃうんで、うん、だからここベタ足でここを押さえといて振れということだよね。それが多分あいつがこうやってこうツイストみたいにやっただけなので、まあツイストはまあ T とかだけで、まあ遊びでバッティング練習もやりますけど、でもゲームでも、よっさに出た時あるよね。ありますね。やっぱそれは練習から来たものっていうことだよね。多分その練習入れてたからこそ、体が無意識にこう反応した。そうですね。抜かれたら、あ、開いちゃダメって言って多分なることなんで、あれを意識してあいつはやりましたからね、まだ。でも、そのツイストっていうのが、結構若い時だったよね。だいぶ若い時ですね。俺はそのツイストっていうのが分かりだしたのがもう30過ぎてから、はいはい、だから相当早く、そうですね、その技術っていうのは身につけたよね。1年目から多分その練習だけは T とかだけはしてたと思うんですよね。俺が早かったらなと思うよ本当に。だからあれができるかできないかで、左バッター特に右投げ左打ちの人は結構 有利というか、バットコントロールも良くなるよね。そうですね、結局多分こうコンタクトしに行くのは多分手なんで、うん、やっぱ下固めたらやっぱ手でこう行くしかないんで、そのさばき方とか、苦しいですけどそれでもこうインコース打たなくちゃいけないとかっていうのはやっぱ分かってきますよね。でもそれは何、学生の時からじゃなくて、やっぱプロに入ってから、はい、プロに入って、そうですね、中西さんはじめ、そうですね、内田コーチですかね、がもうずっと口酸っぱく今日やってないじゃないかみたいな、それぐらい見てくれてたんで。そうなんだ、はい、まあ、2000本ね、はい、もう打ったし行くと思ってた。いや全く打てると思わなかったです。なんか途中で、はい、相手の数字抜きますよもうちょっとでって。そうですね、もうそれぐらいしかもうあの本当の実感なかったですね、はい、でも実際打ってみてどう、よくやったなって自分を褒めたい。いや、そうですね、自分を褒めたいですし、まあ、なんで打てたんだろうって思うのも今後考えて、うん、若い選手に伝えていきたいなっていうのはありますね。まあ、晩年だけどフライボール革命とかさ、はい、そういうもの、まあ、アメリカから技術論が入ってきたじゃない、それに関してはどう思う？いや、アメリカで多分やっぱパワーが断然違いますし、けどそればっかりでも良くないのかなっていうのもありますし、日本人はやっぱ体小さくてもどう飛ばすかとか、どうコンタクトするかっていう方が僕は大事だと思うので、まあ、それもそれでいいと思うんですけど、否定はしないけど、否定はしないですし、まあ、その方が長打になる確率だっていう考えたら大事なんじゃないかなと思いますけどね、まあ、それタイプをこう間違えちゃう子が多分いると思うので、まあ、確かに、はい、まあ、そこを間違えなきゃ、ね、そういうのがもう数字と結果とっていうの出てるからこそアメリカやってるはずなんで、うん、それやってみたかった。いや、僕別にやろうとしなかったですね、うん、それでも打ってきてるもんな。あ、そうですね、逆にこうフライ打ちに行こうとするとダメになっちゃうんで、あ、もうぶったたいてライナー打つイメージでそのまま行くっていう。でも400号は完全にフライボール革命だから、ね、あれはそうですね、そうでしょう。はい、はい。